アトラ好きの皆さんこんにちは、屋根屋のちーぼーです。今ねちょっとあの外がすごいセミが鳴いてるんですよね。まあ、セミの声聞くとねまた夏っぽさが加速しますよね。まあ今日はねあの幕内トークまたやっていきたいと思います。今日ねご質問お便りのコーナーに一件来てまして、それが八重地探しの話ですね。まあそれを今日はねあの深掘っていきたいと思います。まあその前にねちょっと僕が最近これ使ってるファイヤースターターなんですけど、まあ、これ結構良くて、なんでまあ軽く紹介してからね入りたいと思ってます。皆さんファイヤースターターってどんなものを使ってます？まあいろんなタイプがあると思うんですけど、僕はねこのお尻に穴が開いていて、ここにこうロープが通ってるタイプのものを買いました。で何本かねいろいろ買い替えてみて、まあ思ったのはこのタイプのやつがね一番長持ちするんじゃないかなと思っていて、まあ、なぜかっていうとここにねあの持ち手が最初から柄がついてるタイプのものありますよね。まあそういうのも結構使ってきたんですけど、それがね結構割れたらなんか持ちにくくなっちゃって、なんかこうあんまり使いにくいなと思ってた次第なんですけど、まあ、このタイプを買ってからは、まあ、このロープがねちぎれたらまたこう新しくロープでね言い直せばいいだけの話なので、まあ、このタイプっていうのはなんかなんだかんだ一番ずっと使えるんじゃないかなと思ってね、まあ、買いました。まあ、概要欄の方にね貼っときますけど、結構安かったんですよねこのタイプの方が。まあ、あの数百円安く売っていたような感じがするので、なのでね、まあ、これあの今メタルマッチ買い替えをねご検討の方はちょっとねぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、ということでねお便りのコーナー行ってみようと思います。今日はねオスカーソードさんっていうね YouTube の視聴者さんからお便りいただきました。じゃあね早速読んでいきたいと思います。はじめまして、いつも動画を拝見し楽しみにさせていただいているオスカーソードと申します。いつもありがとうございます。今日はちーぼーさんの動画にあった通り Google マップから八重地を探しに厚木市や相川町の渓流沿いの林道をくまなく探したんですが、どこもキャンプ禁止ですとか水源林長期委託地の契約地などで、なかなかいい場所が見当たりませんと。清川村も攻めようかなと思っていますが、山ビルと熊の看板がそこら中に立っているみたいで尻込みしてしまいます。具体的な場所を教えていただけないのは重々承知ですが、上記を踏まえていろいろ八重地探しのアドバイスをいただけたら幸いと思います。よろしくお願いしますということです。まあ、要はこの方は、まあ、八重地探しの、まあ、初心者というか、まあ、ブッシュクラフトとか八重をやってみたい方だと思うんですが、なかなか八重地に適当な場所がね、こう、見つかりにくくて困ってらっしゃるっていうことだと思います。まあ、日本のね、森林、まあ、野山とかには、ほとんどこう、所有者がいますぜ、みたいな話をね、前動画でチラッとしたことあると思うんですけど、この話もう一つポイントがあって、所有者はいるとは思うんですが、ほとんどがね、所有者不明の土地っていうのが多いんですよ。僕の実家もね山を持ってるんですけど、ただ境界線っていうとまあどこからどこまでがっていう話を完全にはできないと。これ勝手に僕の想像なんですけど、オスカーソードさんが Google マップとかでね探してる場所っていうのは多分ねあんまりその市街地から離れてないような、まあ山奥ではない場所なのかなと思ってるんです。でそういうところの場合は結構ね管理がされてる森だったりとか、あとはまあその何かいろんな立て看板が立ってたりとか、まあそういうことが結構多いイメージがあります。八重地探しのね動画でも言ったんですけど、その完全にその土地が誰のものなのかっていうのをね、あの個人が特定するっていうのは結構ねあの不可能に近いぐらいね手続きがめんどくさくて、なんかねそれをやってしまっているとやっぱ何も踏み出せないっていうところもあるので、なので自己責任ではありますけど、僕個人としてはまあそんな神経質にならずにね八重地探しに挑んでもらいたいなと思います。ただやっぱりね明らかにこうここ管理されてそうだなとか看板が立ってたりとかっていう場所に関してはやっぱちょっと敬遠すべきだと思っているので、結構ね昔の登山道が通ってる山奥とか、まあもう電波通じないところぐらいのレベルまで行くと結構ね、まあ、野ざらしになってるとかあんまり管理がされてないような場所っていうのも結構あったりするので、なのでちょっと人の目が気になるとか、まあ、看板が気になってねちょっと微妙に八重しづらいなっていう場合はちょっとねこう登山道、昔の登山道が通ってでそうなぐらいの、まあ、ちょっと山奥にね、まあ、電波つながらない可能性もあるんですが、まあ、ちょっと踏み入っていただくっていうのもいいのかなっていう感じです。まあ、山奥にね入っていくにしても全く何の情報もないとやっぱちょっとね危ないかなっていう感じがするので、まずはね Google マップでこう奥へ奥へね、あの電波が通じないぐらい奥までこうまず見ていくんですけど、途中でねあのストリートビューとかが途切れるとこありますよね。
まあ、結構山奥でこう Google マップの車とかが入っていけないようなところでもバイクだったらね結構入っていく人がいるんですよね。大体そういう場所っていうのは林道なんですよね。林の道と書いて林道です。で Google マップ上に何々林道みたいな感じで書いていると思うので、まあ、それを見つけてそれをそのままねあの YouTube の検索ワードのところに入れてみてください。でそうすると何々林道走ってみたみたいなねあの元ブログの人とかバイク の, あのブログの人とか結構出てくるわけなんですけど、まあ、オスカーソードさんもねなんかロゴ見るとバイク乗ってらっしゃるのかなとバイクで八重地探ししてるのかなとかって勝手に思ってるんで、まあ、その林道に入っていけると思うんですけど林道に行く前の情報として一番ね調べておきたいのはやっぱそこが封鎖されているかもしくは通れるのかっていうこと、あとはまあ土砂崩れとかでね通れなくなってる可能性もあるので、まあ、その情報が知りたいですよね。これ完全に僕の体感ですけど役所が出してる情報っていうのはねちょっとこう遅れがあるのかなと思ってます。なので YouTube とかで林道情報を調べた方が意外と最新の情報がアップロードされてたりします。検索するときにこの相当要は検索の条件を指定できるわけなんですがここにねアップロード日っていう項目があるのでこれをポチッと押すと、まあ、一番上に最新のアップロードが来るので、まあ、こういう風にねあの調べていくことがおすすめですね。まあ、すぐに更新される可能性もあるので、まあ、役所のホームページとかもね合わせて見ていただくことをおすすめします。はい、あとはねその熊の看板とかね昼の情報が気になるっておっしゃってましたけどやっぱそこはね、まあ、僕もいろいろ気にはしてます。でまあ昼の話で言うと、まあ、僕が前に出したね昼よけのあの紹介動画とかあるので、まあ、それでねあの昼対策とかはできるんですが、ただあまりにも多い地域っていうのは、まあ、最初から避けていくことが無難ですよね。まあ、よく言われるのはこの神奈川県のね丹沢エリアっていうのはかなり昼が多い場所として有名です。なのでここで言われてたね清川村とか、まあ、そこら辺僕もよく行くことがあるんですけどそっちもね結構昼が多いイメージがあるので、まあ、その丹沢のね、まあ、一部に入っているような感じはしますので、なのでそっちはやっぱ避けた方がいいんじゃないかなっていう感じです。まあ、僕がおすすめするのであれば、まあ、ちょっとね足を伸ばして秩父とかあとはまあその奥多摩の付近、奥多摩のちょっとねあの奥多摩駅よりもさらにちょっと山奥に入っているような場所でちょっと探してみることをお勧めしますね。であとね熊の看板に関してなんですけど熊の看板はね正直あのどこでもあります。あの熊注意ガオーみたいな看板ですよね。あれ結構どこでもあるので僕はそれは気にしてないんです。ただ熊の目撃情報っていうのは結構ねあのちゃんと見るようにしてるんですよね。なので熊の看板に左右されるのではなくて、まあ、Google マップで調べてねあのこの何々町っていうところの、まあ、山の方いいなと思ったら、まあ、その何々町熊目撃情報とかで、まあ、直近のねあの熊が出没しているかしていないかっていうところを調べた方が有益だと思います。まあ、そうは言っても熊はね出るときは出るのでそこは覚悟しておいてもらった方がいいとは思うんですが、ただねまあ何回も言ってるともちろん野生動物が横切ったりとかなんか足音がしたりっていうのはねやっぱ多々あります。ただそれが熊のものであるのかもしくはその鹿なのかとかっていうのは、まあ、あとはイノシシとかでもあると思うんですけど、なんか大体こう鳴き声とか あの歩き方はまあ熊から鹿かなみたいな感じでねあの切り分けができるようになるのでこれに関してはもう慣れでしかないです。まあ、僕が考えるブッシュクラフトとか野営っていうのはちょっと普通のキャンプとかと比べて少しエクストリームなね遊びの反面があります。なので気をつけているとは思うんですが、まあ、土地の所有者からねちょっとお叱りを受けてしまってトラブルになっちゃったとか、あとはまあそのね、野生動物にアタックされてちょっと怪我を負っちゃった、あの崖から滑落して骨折してしまったみたいなねそういうリスクはあると思うんです。なので Google マップとかでねちょっと調べてみるとか、まあ、法律的な知識っていうのを蓄えてみたりとか、あとはね、まあ、こういう、まあ、僕でも他の人でもねあのこういう動画を出してる人の情報をねあの自分の中に入れてみるとか、まあ、そういったところで少し武装をしていく、まあ、情報としての武装をしていく、そういう情報ももちろん大事なんですけど、これっていうのもほとんど慣れでしかないと思うので、なのでここの八重地どうかな微妙かなとかって思いつつも一回止まってみるっていうね、その一歩を踏み出すとそこからまたさらにこう開けてきたりするので、僕も1回目より2回目2回目より3回目の方が全然あなんか大丈夫そうだなっていう感じはねやっぱ実感として身につけていったので、なのでどうかなと思いつつも一回止まってみるっていう経験はね、まあ、僕の中ですごく大事だと思います。まあ、こうやって偉そうに喋ってますけどね、あの1回八重地決まって
まってテントも張ったんだけど、なんか実はちょっとこれ野生動物の通り道だったみたいなこともいっぱいあるわけなんで、まあそれは本当にね何十回もやっぱりやっていって、なんとなくこの空気感みたいな、この言葉にできないようなその匂いみたいなものにこう敏感に反応できるようになっていくのは、まだまだ僕も経験が足りないと思うので、まあその中でねこう経験したものっていうのはどんどんね共有としてこうやって動画にして出していきたいとは思います。散々喋ってきましたけど、そういう理屈じゃないところもね結構面白かったりするので、まあぜひね諦めずにどんどん野営地探してみてください。まあこんな感じでね、野営地探しのことでもいいし、機材何使ってますか、ギア何使ってますかとかでも全然そういう素朴な疑問でも OK なので、なので皆さんねメールアドレスに直接でもいいですし、コメント欄に書いていただいてもいいですし、あとはTwitter、Instagram ね DM でも全然 OK なので、どしどしお便り寄せていただけると嬉しいです。マクナイトーク今日は以上になります。まだチャンネル登録されてない方はベルマークタップとともにチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、こんな感じでやのやの厨房がお届けさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあ、夏が終わる前にね、こう川遊び、飛び込みとかも行きたいなと思ってるんですけど、こう動画撮るときに一人でね、黙々と飛び込みしてたら、やばい、こう、野人がいるぞみたいな感じになるので、なので、こう、オフの時に仲間と共にね、川遊びやりに行きたいなと最近思ってますね。